こんにちは、ミロエル研究委員会です。コツコツ触りつつ毎回絶望しつつ、ある程度形になったという自己暗示をかけつつデッキを完成させてきました。今からこのデッキが最強だというふりをしてデッキを解説していきます。いや、その前に不満を先に言わせてください。まずクロースケルトン。体力1と回遊貧弱すぎて悲しみしか背負っていないシルバーカード。進化時に破壊効果と早々を持っているからそこで調整されたんだとは思うんですけど。それならなおさら攻撃力1体力3くらいでいいんじゃないか。そう思わざるを得なり、体力が3であれば先に2設置してドロー効率をバカ上げできるんですけど、軽く小疲れただけで破壊される部分が悲しいんです。次に不満があるとしたらミロエルのコストなんですけど、正直弱いから引かれている部分があるので、不満かと言われると難しいところ、一応マジレスするなら 6PP で設置した時に回復もできない。守護が出せても1枚、次のターンで出せる打点が貧弱。まだまだ色々とありますがアッパーされると信じているので気にしないことにします。ということで一通り不満をぶちまけたところでこのデッキの解説をしていきます。まずはじめに漢字とミロエルの採用枚数なんですけど、どちらも1枚だけです。アズボルトで全てサーチするような形にしています。アズボルトさえ引けば準確定サーチのような動きができるので、普通に3枚ずつ採用するよりも引けたりします。全部マリガンした時に初手でアズボルトが来る確率は 39%。4ターン目までに引ける確率は 60% 近くあるはず。ドローカードを使用しないでのお話なので、確率としてはそこそこ高いはずです。しかんですけどね、アズボルトが2ドローするし、アズボルトループでさらにドローも可能だし、基本的に6ターン目までにミロエルは引けます。監守も6ターン目までに引けばミロエルの早々で場に出せるので、そこの問題もありません。最強だね。1枚採用でも6ターン目には 20% 弱で筋引きできるので、ドロー含めもろもろ計算すると200です。ドローしつつ引ける確率はわかりません。とりあえず触っていて引けないことはなかったので多分引けます。そして今回アディショナルで追加されたケリドウェン。このカードがドローや盤面処理に便利で、ミロエル進化後にはバーンダメージカードにもなります。そしてこのカードのおかげで4ターン目に監守をポン置きするという必要も少なくなり、動きに幅が出てくるという神カードですね。大幽霊とかを1枚入れても面白いかなって思ったんですけど、ジュディスが怖いので不採用です。それをするなら大幽霊特化でいいしね。そんなこんなで対戦は中盤戦です。無事にミロエルと監守が設置でき、おまけにケリドウェンのリアニメイトでドロー祭りです。これによってウーラノスの条件も達成でき、ドローしまくってウーラノスで9点ダメージを与える算段も作ってお話です。アルバハが飛んできたらチャンスだね。でもディライスが決断にあるし、アルバハケアしてるじゃん。そんな声がどこかから聞こえてきた気がしますのでお答えします。主に八国ネメシスからアルバハが飛んでくるんですけど、素直にアルバハをキャッチさせるのは負けに直結するんですよね。相手にミロエルのバーンダメージを意識させつつ、こちらの好きなタイミングで大打点を与える必要があるんです。そうなってくると水銀を消費させることができたり、こちらが主導権を握っている気分になれるんですね。人気が来た場合は問題ありません。ミロエルはゴミみたいなダメージの連続なのでカットされません。バリアも別にいつでも剥がせるし、ダメか部分は何も問題ありません。ということで相手から大差が飛んでこなかったのでほぼリーサルです。手札は打点の山盛りだし、ドロー効率もいいのでなんとかなります。ミロエル設置から2ターンで勝てちゃうね。あとはアッパーを待つだけです。私はマイローテーションに逃亡します。私をもう書き込む。こっちだぞ。何かすげえ。不基本法。神らしいだろ。参るがよい。私をもう書き込む。こう終わり。ちなみにデッキはこんな感じ。デッキ名が全てです。こちらは監視さえ引ければケリドウェンとドローでウーラノスが暴れるので、
とにかくマリガンでアズボルトを探してドローするだけです。今使う必要は特にありません。アッパーか神カードの追加を待ちましょう。そんな感じで実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。恋つなぐため、僕は来た。指導展開、発動。彼が手にしたら私がすする。私以外は一口もない。どうだ。はしゃぎすぎですね。こっちだぞ。試練は進む。ふん。魔女の気まぐれ。これより下す。視線を未来に預けるわ。ここからだ。見せて、ズナで物語を見続ける。それが使命。こんな死は禁断の魅惑をあなたに腹を切る。断崖の刃、僕と愛を道たがえども、我らの意志を。魔女の気まぐれ。魂の里、これより下す。その前、番犬皆参るであります。誰誰、誰かだと生きるのね。誰誰、魂の里、これより下す。不気奔放、神らしいだろう。無駄にしろ。翼ある限り流れて動く。遮る。魂の里、これより下す。天使は戦士の耳を。その前、誰だろう。滑る、束ねる、やがては捨てる。もう一個だけ。愚かだから生きるのね。
貪欲、私を求めて書き込む。倫理の記憶、私以外は一口もない。冗談。天使とは戦士の異名。悪しきよ、燃えよ、ただされよ。よし、こいつに決めた。不気本法、神らしいだろう。無惨しろ。目移りしすぎた。燃えよ、ただされ。こっちだと。よく打ちさない。果てなき翼、断罪の刃。魔女の気まぐれ。くっ。燃えよ、ただされよ。大したものだ。